はいはい、なんか今語源いっぱい流行ってますね、はい、流行ってますよね、なんかすごい時代になったなって、自分から語源で興味持って研究してた人間から言うとすごい時代になったなと思うんです。もう電車乗ってても中吊り広告とかにさ、語源で英語を覚える、しかも何万部売れてるとか、めちゃめちゃ流行ってて、そうそうです、まあここにあるの、あ、さすが先生、すごい、10冊以上、ざっと10冊以上ありますね、はい、あります、すごい、15冊ぐらいかな、すごい、そうそうそう、こんだけでもいろんな種類があって、まだまだね、書店にもいろんな種類ありますね。記憶にないぐらい赤ちゃんの頃から英語とフランス語と日本語で育ってきて、あ、そうなんですね、なんかこう単語帳とにらめっこして英単語を覚えたことがほとんどなくて、よっぽど専門的な難しいラテン語源とかギリシャ語源のめったにそんな生活で使わないような単語ぐらいかな、またギって言っちゃった単語ぐらいかな、あれ、うん、そっか、だって17とかって書いてあるじゃない、17を、うん、17ってどれ、自分も数えてなかったんだけど、監督にどういう言語が今までどういう言語に今まで携わってきたのって聞かれて、まあ、こうやって数えてった時に思い当たるのだけでも17あって、すごい、それちょっと例えばここに出しますか、うん、なんかね、時々アベマ TV とかにも出演させてもらってここに出してもらったりもしてきたんだけどね、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語、まあ、これは大体すごい有名な、ここは有名なところ、そうです、有名なところが、ボンジュー、ボンジョールノみたいな、そうそうそう、すごい先生、プリエーテみたいな、そういうやつですね、はい、本当にいわゆるそれがまあなんだろう、基本的なところで、プラスで今ちょっとそこから派生でスペイン語とポルトガル語も勉強しているの、なるほど、やっぱりスペインとポルトガルってなんか南米の、そうそうそう、コマエスタみたいなやつですね、はい、コマエスタで南米の方とお話しするときもやっぱりどうしてもね、ポルトガル語とスペイン語は避けて通れなくて、でもそれで7か、であとはもっとマニアックなところで言うと、自分そのヨーロッパの文化を原点、聖典の原点から研究したいっていうところに行き着いちゃって、旧約聖書読むのに古典ヘブライ語、はいはいはい、新約聖書読むのに古典ギリシャ語、はい、うん、はい、でさらにそこからなんかそのヨーロッパの文化圏とインド中国の文化圏で地続きになってて、インドヨーロッパ語っていうやっぱり広い世界の中で、インドのねやっぱり古い文化もこうなんだろう、おろそかにできないなってところから今度仏典研究に入ってて、ほうほうほう、サンスクリット語にも触れたの、サンスクリット語ですね、そうそう、仏典研究となったら、もうこれは喋る言語じゃなくて読むで、しかもこっちにすごく分厚い辞書で、その辞書をサンスクリット語の辞書を引くためにはドイツ語で書かれた辞書ばかり扱うから、結局ドイツ語とかも必要になって、なるほど、はははで今度別のルートからは古英語の研究にもドイツ語が必要になるから、行き着くとこ、言語の行き着くとこはドイツ語だったりして、まあそういうのでぐちゃぐちゃぐちゃといろいろインストールしてった。でもまあそれが全てが完璧ではないんだけど、今までそういう言語にお世話になりながら大学院生活を送って、これあといくつ、あとね、あとまだまだいっぱいあってね、9行った、9行ったね、はい、あとは自分ルーツが、はい、ルーツの中にアイヌが入ってて、はいはいはい、なんかね、アイヌ語、うん、かつてはね、アイヌだっていうことがちょっとこうはばかられる残念な時代だったんだけど、今ってそのね、LGBT の話もさっきあったけど、多様性を認める時代になってきてるじゃないですか。で、母の世代まではあんまり言わなかったんだけど、なんか自分はむしろそれを誇りに思ってて、話者がね、いない言語っていうのは、今までそれこそゴート語とかさ、はいはいはい、ゴート語も今11まで、もういる、そうそうそう、消えちゃった言語とか研究してるうちに寂しくなっちゃって、もう本当に最後の一人になってもいいから、アイヌ語をちょっとちゃんと勉強して、うん、そうそうそう、他にあのくね、鏡屋桃かくねとかね、ああ、なるほどちょっとだけ、相手がいないんだけど、なるほど、なるほど、相手がいないんだけど喋るんです、あと物あとね、なんだろう、自分もね、アイスランド語とかあ、そう、アイスランド語
アイスランド語、しかもね、コアイスランド語、コノルド語とか、あー、ノルド語、北欧語、世界史みたい。そうそうそう、あとデンマーク語とか、はいはいはい、結局ね、そうだ、ゲルマンのね、文化を研究してるうちに、うん、アイスランド語、デンマーク語、それからスウェーデン語、ノルウェー語、はいはい、そうなんですね、通りましたね。ベオルフももう、あんな、おはあのお話の中に3カ国出てくるのかな。なるほどなるほど。スウェーデン、うん、デンマーク、スウェーデンでちょっとノルウェーとかも出てきた。なるほど、そういうのでやったわけですね、うん、通ってきたわけですね。でももうやっぱり話す相手がねしばらくいないとすぐ抜けてきますね。だから、はい、いかにその毎日触れるかっていうのが大切。まあ英語はね、お仕事でも英語を喋ることがあって、ちっちゃい頃からももう英語で育ってきたから、はいはい、あんまりこうなんだろう心配ないんだけど、はいはい、やっぱりねアイスランド語なんてね、もう大学院の時代は割と初見でも文献読めるぐらいそろそろあって、はい、しかもちょっと喋れるぐらいあったんだけど、まあまあね、またちょっと勉強し直さなきゃなってところがあります。アイスランド、うん、ワールドカップで、うん、が大活躍してて、自分はアイスランドがそのなんだろう言語だけじゃなくて文化もね、人柄もみんな、はあ、国自体の自然環境とかもみんな好きだから。なるほど、そうだな、こもあったんですね。存在Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.